半信半疑でしたもんね。だからその一応こう、まあ、最初こう繋がれてて、うん、こうなんかお菓子の家に閉じ込められて、あの GoPro が置いてあったから、うん、メディアだろうなっていうのは分かってるけど、果たしてメディアがここまでのことをするのかって いやそういう、だからその GoPro 確かに置いてあったから多分メディアだなとは思ったけど、でももしかしたらさ、そのどっかの国の本当にヤバい人がそういう遊びしてる可能性あるわけじゃん。漫画とかでそういうのあるじゃん。だからだったらどうしようってのはちょっとありましたけど、これが本当に果たして何かの番組なのかどうかそれを疑うぐらいのハードさでしたよね。